こんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今回は富士フィルム XS20 と通称紙レンズ XF35mmF1.4R のこの組み合わせでフィルムシミュレーション12種類を使ったポートレートの映像比較をお送りします。すべて取っ手出しの映像なので富士ならではの色味の違いを感じていただければと思います。では早速ご覧ください。どうぞ。モデルは七色グラフ所属の足川玲一さんにお願いしました。雑談しながら撮っているので音声はオフにさせてもらいます。フル HD60fps 手ブレ補正モードはブーストで手持ち撮影しています。この場所の撮影が一応終わったので次のところに向かいたいと思います。なんですけれども、本当に桜が一気に咲いてお花見してる方々が本当たくさん多かったんですね。なかなか撮影場所を探すのも苦労しまして、この辺りが空いてるかなっていう目星がついたのでここで撮影することにしました。ではまたフィルムシミュレーションを切り替えながら12カットを撮っていきますので引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。
こうやって取り比べてみるとそれぞれの違いを感じることができますね。今回の絵で私の好みで言うと、このプロビアやプロネガスタンダードあたりがいいなと感じました。また比較的新しいフィルムシミュレーションのこのノスタルジックネガ、こちらも魅力的だなとちょっと再認識したところです。たまにこんな感じで緩く検証するのもいいものですね。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。